結晶ミルク。ヘイ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 、そんな顔どうしたのベイビーちゃん、どうしたんだい。メイちゃん元気ない。お隣失礼してもいいですか。すいません。どうしよう。いやーなんか返信が来ない。誰か。スキピ。なんて送ったの。クリスマス何してるって送って、うん、仕事だよみたいな来て、しかもそれもなんかその送った時間っていうのが、マリさん編集やばかったやん。うんうんうん、うん、でそれで深夜の12時過ぎぐらいに送ったやん。うんうん、で向こうから1日返信来んくて。1日来んの。え、そうなんよ。12時過ぎに送って、今来たのは来たんやけど、うん、10時ぐらい。22時間やん。お呼び取れた。マジ。これ役なしなんかなみたいな。で思っとったら、さっきクリスマスの仕事だよみたいな来とって、うん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 、どうしたみたいな来とったけん、うん、クリスマス仕事の後、うん、ちょっと会えないって送ったやん。うん、そう。でもそれもえ、そうやばいよね。えらい勇気出した。え、そうやばいよね。で送った後もなんか大丈夫かなみたいな送ったんやけど、そのポジェッティ、うん、インスタでやばいみたいな返信来たみたいな、ガチ出せるみたいな、うん、え、どうしようどうしようどうしようみたいな。どうしようじゃない。そう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 。って言ったらみんながそういう時はもうパッと仕事の後ちょっと会えないとかでいいよみたいな、うんうん、言ってくれたけん、じゃあそうやって送ろうと思って、仕事の後ちょっと会えないって送ったはいいものの、うん、返信が来ないと。でもまだ1日経ってないけんあれやけど、うん、一生未読やけん大丈夫かなっていうのと、うん、なんかシンプルに恋愛って何みたいな。来るよね、その時期。来るよね。好きって何。そう、未だに答え分かってない。そうなんよ。でしかも、はいはいはい、まずそのスキピからの返信が遅い。だけど脈なしかもしれない可能性結構高いと、うん、でも分からんやん、仕事がめっちゃ忙しいのかもしれない、うん、確かに。でまだ何もとも言えんねんけど、なんか夜中って結構やみやすいやん。考えてしまうよね。分かる。そう、考えちゃうやん。でそれで脈なしかもなみたいな思っとうのと、うん、まあ今めっちゃ生理前なんよ、うん、ってことで余計ね、拍車がかかるよね。拍車がかかりまくりよ、うん、肌も荒れてきてさ、ね、大切な日の前の日ってなんで荒れるんだろうね。そう、やばいよね。で見て、ほらめっちゃ赤。そうなんよ。でもホテルって可愛いけどね。チークみたいな。チークみたいな。でもそもそも舞の好きな人像っていうのが私全然分かってなくて。ああ。全然分かってないから。あんま話してないかも。そうだから私は今日そもそもその舞の好きな人がどんな人なのかと、まあ、どういう状況なのかっていうのを整理したいというか、もう知りたいし、じゃないとさ悩みにも答えられんけん、いつも一緒に頑張ってくれてるポジエンティもさ分かんない子多いと思うから、うん、今日は私はそれを紐解いていこうと思います。今日は最近恋愛がうまくいっていない舞とみんなとなるねで恋バナです。イエーイ。いやいや、クリスマスだからね、もうすぐ焦るよね。はい、そうだよね。しかもあれでしょ、なんか舞としてはもう挨拶済ませた。深呼吸でカロリーゼロ、どうもなるねです。パク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 、おいしい舞です。イエーイ。そうなんですよ。まあ、今の状況を軽く説明させてもらうと、マイマイが今クリスマスにあの好きな人、うん、まあ、その好きな人については今から紐解くんですが、うん、好きな人に告白したいが、どうやらうまくいってないと。いやーね、うん、どうやら最近うまくいってなくて、まあ、最初からうまくいってないか。どうやら最近さらにうまくいってないらしくて、うん、で私もですね、その好きな人像っていうのがよく分かっていないので、うん、そいつについて、あ、そいつとか言っちゃダメだ、そのやから、うん、やからじゃない。その男ピについてで、ピンについてね、今日は紐解いて、うん、こういうのってさ、やっぱ喋ってたら解決するみたいなのがあるじゃん、うん、ある。そうで、やっぱみんなの意見も欲しいけんさ、確かに。そう、みんなにシェアピしたいなっていう次第です。しかし、一人じゃ解決できない問題、みんなで解決していこう。しかも思ったのが、前々クリスマス大作戦、うん、めっちゃもうね、腹筋終わりたいですって言って、うん、運動のことはめっちゃ更新しよったんやけど、うん、スキップと今どういう状況かっていうところまで、うん、みんなと話せてないなって。それはそうだった、私も知らんちゃうもん。私が視聴者なので知ったらね、知っちゃう。うん、なんだ、多分私より嫉妬、みんなのが。そう、マジで。そうやん、お姉ちゃんに LINE する前にポジェッティに話しようか。やろ。いや、そう、え、なんだみたいな、同じスピード感と思って、お姉ちゃんお姉ちゃんと思いながら。でもね、それぐらいでみんなのこと大事にしてるってことだからね、ちょっと寂しいけどね。そう、私がそのなんであんまりスキピ像を聞いてこなかったかっていうと、ちょ、怒っちゃいそうで心配がかっちゃうのね。だからもう切れちゃうの、傷つけられたとか落ち込んでたりすると、そいつ連れてこいマジでと思っちゃうから、あんまり聞かなかったんだけど、今日はやっぱり冷静に話を聞こうと思う。で、まあ後々に面接。厳しめのね。厳しめの合格価値確率 0.1%。 やばい、東大ぐらい。で、どんな人なの。なんか、まず誰。どうしよう。でも名前は言えない。イニシャルでもいいよ、イニシャルでもいいよ。じゃあ仮名ね、うん、一応、うん、K 君。 K 君、 K 君、うん、で、
これはずみんなマジ泣いちゃうよ。マジで最後してこう。しかもチアしか知らんし、マジ3人の秘密ね、うん、まずその出会いがマイマイの一目惚れなんですよ。マイケル怪しい。なんで一目惚れしやすいやん。芸能人はどんな人が好きなの。うわー見た目森松隆。結構ハードル高かった。隆はなかなか超えれんよね。タカシニのイケメンとか。タカシニかもしれん、もしかしたら。マジ大帽子じゃない。大帽子だね。大丈夫、私より上。そんな離れてない。でも出会いは1年半前、うん、で、マイマイさ、ナルネチャンネルを2年半前からこう始めて編集をわーってやるときに、うん、お家で基本的に編集するんよ、仕事するときって、うん、やけど編集って1本編集するのに20時間とか編集したりするんよ、うん、いつもありがとう、ね、いやいや、こちらこそ。で、20時間とか編集するってなると、もう同じ場所、お家の中でずっとパソコンの前でカタ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 やりようのは集中力が続かなくなって、場所を変えたりするためにカフェに行ったりするよね。で、そのカフェに行った時に前まで衝撃を受けて、衝撃、レジに並んでて、うん、商品を注文した時にパッて見上げた時に、うん、かっこよすぎて、イケメンだった。タカシ、タカシいた。タカシやん、それは。マイマイ、タカシやん、それはもう。勝手にティー君に変えてるから。ティー、だめだ、ケイ君ね。かっこよすぎて。そうそう、そんなんさ、マイマイもかっこいいと思ったらさ、このカメカメだってみたいな。カメカメだね。カメカメになっちゃって。最近覚えた日本語になって。そう。目も合わせられんし。うん、かっこよすぎて、うん、やばいと思って。現実では、うん、これみたいに言っとっちゃうけど、うん、心の中、ああかっこいい。前の中にくるマイマイが暴れ出して、そっからそのカフェにめっちゃ通うようになったよね。通い詰めたの。そう、よくさ、カフェで作業してるみたいな言ってたじゃん。会いに行ってたのか。会いに行ってたのか。私を家に置いていくと思ったら会いに行ってたのか。そうだったのか。そう、それで、ね、うん、めっちゃ通いよって、うん、そのカフェに通うって言うな。通うって言うな。カフェに通うって言うな。ごめんなさい。通いまくりよったよ、うん、そう。でもいない日とかあって、うんうんうん、今日なんかシフト早いんだ、うん、なんかシフトとか分かるような時期危ないってこの動画普通に。え、ストーカーみたいな。マジ違う違う、そんなことない。前はカフェに編集をしに行ってたの。編集をね、うんうん、あくまでもね、そう、仕事をしに行ってただけだから。そう、うん、でももうこれ伝えなきゃ、どうしてもこの人の連絡先が知りたいと思います、うん、で、そのカフェに行く前にお菓子屋さんに行く用事があって、前の友達の誕生日でその子が好きって言ってた生チョコをプレゼントしようと思って、うん、そうで、その生チョコを友達へのプレゼントで買ってた時に、ちょっと待ってる、うん、こっちもちょっと待ってると思ってる今、うん、この生チョコを友達に渡せば、もしかしたら連絡先が聞けるのではないかと、うんうん、とはならない、すごい困る。生チョコと一緒に連絡先を渡してしまう、すごい国です。基本的にマイマイは全世界友達だと思ってるので、ね、うん、これ昔から言ってるよ、ね、昔から変な人に話しかける。一緒に歩いてて、あ、いないと思ったら香水聞いてるんですよ。あの、何の香水使ってます？びっくりする、マジで。全世界ね、そう、友達だと思ってるから、うん、基本的に抵抗はなくて話しかけるのに、うんうんうん、で、その生チョコを買って、うん、マイマイはその中にメモ、もうね、ルーズリーフしかなかったよ、正直、うん、ルーズリーフをちぎって、うん、切って、うん、定規でね、うん、分かる、ないけん、定規でこう、うんうんうん、ペッてやったらビーって切るよ、うんうん、でそれで切って、いつも美味しいカフェラテをありがとうございますって書いて、うんうん、これよかったら食べてくださいって書いて、うん、まあ、そこまではいいやん、うん、いい人やん、いい人で、そこから視力がね、視力が邪魔してきた。自分の愛を書いて、うん、しっかりね、深いこと書いてたんと。いや、見返りは求めるもんよ、うん、見返り求めてこう。で、それで、うん、自分の LINE を書いて、うん、渡したわけですよ、ケイ君に。えみたいな、めっちゃびっくりしてて、うん、でもケイ君との関係性は、あ、いつもありがとうございますみたいな、うん、あ、今日も来てくださったんですねとか軽く会話する程度、うん、で、連絡先を出して、うん、まあ、ぶっちゃけ連絡先入ってるんでとか言えないじゃん、うん、だから連絡来なくても、そしたらそのカフェに行くのやめようって思って、うん、まずいし、まずいし。そしたらその日カフェを出たのが夕方やったやけど、夜の9時ぐらいに LINE が来て、うん、おー、びっくりしました、チョコレートありがとうございましたみたいな、うん、来て、釣れた魚が釣れた、いらっしゃいませ、一本釣りって、一本釣ったぞ。で、それでそっからケイ君とよく話すようになって、そのケイ君は好きな歌手がおって、うん、で、あ、キモい、やばい、どうしよう。いいじゃん、キモくてなんぼやん。その人が LINE って
て曲設定できんじゃん。あ、できるね。その人がアイドルを設定してて、うん、で全然知らなかったのよ、正直、うん、けど、え、このアイドル好きなんですか？自分も好きな手で言ったの。いや、それはさすがにバレると思って、毎毎マジで嘘だけはつけるのよ。え、このアイドル好きなんですかって聞いて、うん、え、私聞いたことないからおすすめの曲なんですかって言って、ぐいぐい言ったわけですよ。で、その人もめっちゃ優しくて、いい人で、本当にカフェの店員さんとしても、新作のチーズケーキとか出たら、カフェラテと一緒にこれ新作なんで食べてくださいとか教えてくれるような、そう、今日もお仕事ですか、頑張ってくださいとか言ってくれるの。ケイくんとしゃん、ごめんごめん、マジなの、タカシはそれマジなの、違うの、タカシで、タカシじゃない、タカシで落ち着いたよ、一回タカシで落ち着いたから、もうタカシでいいんじゃないで、普通にマイマイさ好きになっちゃって、うん、でもさ、そんなこと恥ずかしいじゃん、うん、でも伝えないと後悔するなと思って、うん、正直1年前に告白したんですよ、ケイくんに。で、前々ね、ここでみんなにずっと言ってなかったことがあって、前々一回振られてるんですよ。そう、振られたきっかけっていうのが妹にしか見えない。妹だもんな。そう、こんな感じやん。そうね。え、でも言われたら傷つくよね。え、理由がそれなの結構嫌かも。そう、なんかさ、妹にしか見えないって言われちゃったのがきっかけで、前々の中で結構マジか、うん、しかもその時、今はさ、クリスマス大作戦でこうやって自分に自信という鎧をつけていくっていうことを、うんうん、みんなのおかげでね、うん、学ばせてもらってるんだけど、うん、なんかその時結構ショックすぎて、うん、それはショックだ。自信という自信を折られまくって、うん、なんか恋愛したくない、うん、怖いみたいな、ね、そう、わかるわかる。傷つくって分かってたらもうしたくないじゃん、うん、向いてないのかな恋愛みたいな。もしかしたらこの男はクズだったのかなとか思ったりしたの、うん、けど結局いい人だったのね、うんうん、だからあめっちゃいい人じゃん、またそこも辛いみたいな、人間的に嫌いになれないみたいな、ね、わかる。どこまで行ってもいいやつだよね。そうなの、めっちゃいい人なのその人が、っていうのがマイマイが今回告白しようとしてるケイ君なんですよ、うん、やけん実はね、この告白2回目なんよ、うん、だからリベンジ戦ってことね。そう、1回振られてるけどもう1回同じ人に諦めきれないから行っちゃおうぜっていう感じで。だけど怖いよね。で、確かにお兄ちゃんと妹みたいな関係性やって、うんうんうん、どうやったら女性として魅力的に見られるんかなとか、まあ、分からんくて、うん、恋愛ってさ、めっちゃ些細なことをめっちゃ気にしてしまわん？なんかめっちゃすぐ既読つけてしまったとかさ。分かる分かる。分かる？あっちが30分置いたらこっちも30分置いたら。え、そう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 。分かる分かる。向こうが10時間置きに返してきたら、こっちも10時間で返さないかんのに、10分とかで返しちゃうみたいな。もう嬉しすぎて。好きやん。めっちゃ好きやんけ。でもさ、 LINE の返信とかめっちゃ遅くて、うん、なんかこっちばっか好きかもって思っちゃうね。 そんなんなったらね。いやし、なんか一回振られとうけん、もう女性としては見れないよって言われてるのかなとか考えちゃって、うん、LINE の返信も遅いし、うん、脈なしじゃねこれ。そうなんで、ちょっと落ち込みの迷子、迷子落ち込みの、迷子落ち込みの。だってさ、一時期さ、1年前ぐらい覚えてない、めっちゃやんやんなんて、うん、分かる分かる、分かりやすいもん、これちっちゃってなるもん。いいとこなんだけどね、そこが全部感情が出るんだよね、顔にもね、すべてが。嬉しい時わーって、悲しい時嬉しい時わー、悲しい時、こっちがある、マジで分かりやすくていいんだけどね。そう、ケーク、いてだいな。大丈夫、あのクリスマスに向けてやったネイル崩れてない？崩れてない。ありがとう。それでケイ君が好きなのってやっぱ大人の女性なんかなとか。あ、年上のね。何を考えてるかわからない。あー、品のね、動きがめっちゃゆっくりの人ね。そうそう、せっかちだから早く動けって思っちゃうんだよね、私ね。あの醤油ぐらいさっさ取れない。な、なに、一回これしないかんの、なに、意味わからんと思ってしまう。いい女って一回そうすな。いやいや、波がなるな。マジ波が見えて意味わかんないから。そう、なんかそういう人が好きなのかなとか、なんかわかる？好きな人の求める像になろうとしちゃう。合わせに行っちゃうんだね。めっちゃ好きやん。男幸せ。
でもさ、ダメだよね、ちょっと。これはマジで。それでさ、カラーも荒れるしさ、編集も濃いしさ。え、でもさ、これさ、多分もう編集のスケジュール的にアップするとしたら、うん、クリスマス当日やん。うん。いやー、多分だけど、私も応援しとうし、やっぱ、やってみ、行ってみないと分かんないじゃん。私はね、まあそこに行くことはできんけんさ、私さすがについ、ついていく。ついていくっていう手もなくはない。なくはない、うん、けどすごく気まずいと思う。じゃあついてくるとしても絶対に隠れろ。いやいやいや、私は見張る。そこで面接始まる。まあけん、まあ、私は、まあ、家で見守るし、まあ、応援欲しいよ ね、 そうね、応援してるから一回振られとうけんさ、まあ、なおさら怖いわけやんか。でも怖いからこそ今までさ自分磨き2ヶ月もう2ヶ月ぐらいずっと頑張ってきたわけやんか。体もめっちゃ仕上がってきたよ、まあね、もうびっくりしたもん。もう見るたびに痩せた、痩せたよねってめっちゃ思っちゃう。やばいよね、早く結果報告したいんやけど、まだお楽しみ。やっぱ自信って2つあるやん。自分で頑張っていく自信とさ、うん、他の人に褒められてつく自信と、応援されてつく自信とかもあるけん。本当にそれは感じるわ。そうそうそう、もう自分でやってきた自信は頑張ってつけてきたわけやん。だけあとはうちらが応援してこうぜ。あー、ありがとう。うちらみんなで応援してるからね。ありがとう。もうデートも迫ってるわけだからさ。もう返信が来ればね。うん、返信が来たらやらない後悔より、やる後悔やる後悔だから、なんなら2回振られちゃいましょうみたいな、うん、勢いで言ってもいいよね、うん、でそしたらみんなに慰めてもらうんだ。慰め会を開こう。開くんだ、絶対、うん、もういつでもいいんだよ、うん、いっぱい食おうぜ。いっぱいマックいっぱい食べるから絶対、うん、私ラーメンにしよう。辛ラーメンやろ。辛ラーメン顔になるってうちら浅い顔になるって誓ってもらったのに。じゃあクリスマスっぽくするか。何、じゃじゃーん、何？じゃじゃじゃん。何何何何？気分上げてこうってことで告白までに。え、可愛くない？可愛い。可愛いよね。その前前に？うん。ねえ、ありがとう。クリスマスパーティー。パーティーなの？パーティー来た。え？可愛いよね。可愛い。ありがとう。見てて。え？いっぱいありすぎ問題。パーティーする人数間違えとる。いっぱいありすぎ問題。パーティー人数間違えてますけど。かわいい、ありがとう。いいよ。あ、かわいい。かわいい。なんかそれ、テクティー。ちょっと待って、何か間違えた人になってるって。気分上がったっしょ。上がった上がった、気分上がったっしょ。上さ、これ着ないよ。これ、はい、これ前で着てるよ。うちら、クリスマスちょっと待って、あのさ、やったことない人、可愛くなるやつじゃないの。すごいになってる、すごいダメになってる。あれ思ってたんちゃう。え、待って、モデルさん可愛く着てた。なんで、なんでこれあれじゃない、裸に着るやつじゃないの。そんなテクティー。そんなテクティーなことある。じゃあ募集です。多分ね、これとか首に巻く。ねえ、キュレそういうやつじゃん。見えた、はい、それ何、これ多分こうマフラー的な、マフラー的な。あ、最初不倫じゃない、最初不倫じゃない。気分上がったっしょ。やる気出てきたっしょ。それ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 なんだから。え、やばい、かわいすぎない、ね、やばい、何かを間違えすぎた二人やん。ねえ、てかさ、どんなコスプレしたらさ男って嬉しいの、教えてよ。男性視聴者の皆さん、これで愛せます。あ、え、かわいいよ。なんかこれで愛してもらえます。うん、なんか2人に包まれた戦いみたいな。ふざけんなよ、かわいくねえやそれ。かわいくねえ。なるまいでーす。イエーイ、なるまいでーす。やばい、これ今のエンディングの画像だよ。あれだよ、あのこれ告白いけるよ。確かに、うん、なんかいける気がしてきた。やろ、うん、だってもう人生ノリなんだから、失敗したっていいんだよ、全部経験になるから。これも経験になったじゃん。こういうクリスマスの楽しみ方もあるんだなって思うまで。初めて、そうそうそう。失敗なんてないんですよ、うまくいかない方法が一つ分かるだけです。うん、確かに素晴らしいことで、みんなの今日の予定を聞きたい。ね、みんなクリスマス何やってん、何やってんの。ちょっと本当リアルに教えなさいよ。リアルに予定なかったんだけど、マジで妹は好き人どっか行くし、行けたらね、まだ分かんないから、マジで永遠にケーキ食おう。やばいじゃん、永遠にケーキ食べてよ。ガチガチついてくる方よね、マジで。いや、もうそんなんね、うわぁ、行かないよね。行くやつ、行くとしたらこれで行くよ。マジで絶対に、いっそ頭おかしい人じゃないと。マジで。え、みんなクリスマス何すんの。ね、え、でもめっちゃあれだったよ、好きな人と過ごす人多かったよ。マジで、やばいよね。ちょっとリアル多い気がする。
来てってんの。やっぱり者いるから。確かに何も用事ないですみたいな。バイトめっちゃ入れましたもん、いたわ。あ、わかる。私もそうだった、学生の時。だって、そういう時に働いてた方が私は偉いと思いながら頑張ってたら。わかるし、その、クリスマスに働いてる女の子、いっちゃん可愛い。いっちゃん可愛い。それな。いっちゃん可愛い。もうなんかもう本当にありがとうって思うもん。え、尊いよね。ね、尊い。クリスマスに働く人、尊い。私も働く。マジで。大事、尊いから。でもまあお楽しみってことで。そうだね、楽しんでいこう。でもみんなでエイエイをしたい。うん、エイエイをしよう、みんなで、うん、はい、ちゃんと手出して、みんな、はい、今日出した出した、ね、ちょっと、あんた冷え性ね。あれ冷たいわ、あんた冷たいわ、あんた手足すごい、ね、やめなさいの。私あの比較的汗かく方のトナカイなの。代謝いい方のトナカイなの。そうなの、筋トレしてるトナカイだから。いっぱい筋トレ型トナカイなんで。じゃあ改めまして、改めまして、はい、皆さん出して、皆さん、マイマイの告白を願って、ナルネーの幸せを願って、そしてあなたの幸せを叶えますので、いきます。えいえい、あああ、ごめん、トナカイ、トナカイなりきりすぎて手までトナカイしちゃってた。細部まで気使うタイプだよね、私。なりきろうと思ったらどこまででもなりきっちゃって、トナカイのせってこれだよ。おそらくトナカイが怒るね、お腹痛い、おもろ。じゃあ皆さん、もうすぐ今年も終わりということで、やばい、やばいね、今の人形どうする。てかさ、正月太りとかみんな気になるでしょ。私毎年5キロぐらい増えるんだけど。わかるね、前も正月太りを最低限に抑える方法とかあるから、また動画出すけんね、そこちゃんとみんなチェックしてねっていう感じです。はい、はい、みんなクリスマス楽しく過ごそうね。ね、はい、マイマイどうなるか分かりません。ホームビデオみたいな、もしかしてあのインスタとか更新なくなったりとかしたら察してください。何かがあってます、お察しください。お察しましょう。私もお察します。美味しいご飯作って待ってますので。ありがとう。はい、じゃあ終わります。待ってるよ、今日よりかわいいやすまじめ、またねー。